ヘリーラ隊長に散々稽古をつけてもらったのに、ちっとも勝負の腕前が上達しなくて、相棒のパチレスと修行に来たんだ。ヘリーラ隊長。それは人間？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回もね、また、動画外でいろいろと探索をしよった件、報告から。ポケモンを4匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。はい。未報告タスク私めっちゃあった気がするんよね。どうや。でも報酬2186円。まあ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 。あんまりって感じやけど。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。あ、ミノムッチ完成したよ。てか、何をもって完成って言うんやろうね。よくわからんけど。何も完成。ね、私全部のタスククリアせんかったら完成せんのかなって最初思いよったんやけどさ。全然やもんね。ただひたすら捕まえたり、ただひたすらやっつけよったら完成ってなるけん。まあ、以上かな。あと230。もうあとちょいやん。これからどうするんですか？まあ、一応村に戻って、また新しいサブクエでも受けてこよっかね。さてさて、サブクエ、サブクエ。え、多分、前回、動画の中で受け取ったサブクエは、ちゃんとクリアして終わったと思うけん。思うけん。あとは多分、まあ、なんか、図鑑タスクとか、そういうやつやろ、残っとるのは。今手元の残っとるやつは。さあ、依頼メモが貼られている。どのメモを見ますか？お、もうこの後2つ？パチリスの戦い方。パチリスって見たことない気がするんやけど。今回のこのポケモンの中で。パチリスの戦い方について、警備隊敏郎さんから依頼があります。まずは話を聞いて調査に当たってください。サブ任務35、パチリスの戦い方。え？で、どこ？え、で、どこですか？ちょいと待ってね。こっちか。え？あ、違うわ、これや。これで、パチリス、パチリス。敏郎から依頼が、警備隊の敏郎から依頼内容を聞く。警備隊の敏郎さんは一体どちらに？この建物内におるんかな？まずそこから、そこから分かってないんだが。銀河団員としか書いてくれてね。あ、君だね！パチリス。やっとだよ。ヘリーラ隊長に散々稽古をつけてもらったのに、ちっとも勝負の腕前が上達しなくて、相棒のパチリスと修行に来たんだ。ヘリーラ隊長。それは人間？フェリッパーとかじゃなくて。でもパチリスにどう戦ってもらえば勝てるのかさっぱりわからなくて。君の強さは聞いている。パチリスのすごい戦い方を俺に見せてくれないか？私パチリス持ってないよ。この子使わせてくれるの？パチリスだけで戦ってほしいんだ。用意ができたら声をかけてくれ。ねえ、この子をくれるのなら。え、この子をくれるのならいいんですけど。パチリスってどこにいるんすか？まず。え、絶対私まだ見たことないって。多分今話したので図鑑には記録されたと思うけど。一旦戻るぞ。戻りますぞ。村に戻る。なるほど。じゃあやっぱり、向こうのを貸してくれるわけではなく、自分でパチリスを用意せんといかんわけやね。ってことは、パチリスを見つけるまでは進められないと。で、もう一個の方やっとこう、三つのやつ。三つのやつはあれかな？三つハニーかな？それは見たことあるよ。どこでか忘れたけど。蜜の味。蜜ハニーの蜜について発見があるそうです。
鳩作隊の伊之助さんから詳しい話を聞いて調査をお願いします。鳩作隊はさすがに村の中の畑のところにおるよね。他に依頼はないようです。これでとりあえず全部受けたね。よっしゃ行くぜ。さすがにフィールド上には出ていかんよね。鳩作隊。もしかしたらどこかで畑耕しようかもしれんけど、きっとここにいるだろうと。マークはついてないっぽいけど、君は違うよね。中吉カペラ、どちらかか。ナバナイナス、え、違くね。お待って、え、いねえぞ。あっち側にも畑ってあったっけ。普通に今は仕事中じゃないってことかな。ここ、あ、いたいた。ミツハリーの依頼を受けてくれたのか。受けました。仕事でミツハリーの蜜を集めるんだが、群れによって味が違う気がするんだ。詳しく調べるためにはいろんな地域で群れをなすミツハニーから蜜をいただく必要があるが、一人では難儀でね。そこで君だ。3つの地域からミツハニーを連れてきてもらいたい。え、そんなにミツハニーっていろんなところにおったっけ。一箇所しか知らんような気がするけど。まずは険し林にいるミツハニーを連れてきてくれ。どこだい、険し林。険し林、どこでしょうか。一応あれか、マップ見たらわかるかな。険し林、あ、ミツハニー多分ここのよね。ことごとく見つかる。待って、一回、おっと、ヘラクレス。違う。待って。モンスターボール1個しか持ってないんですけど。やだ、来ないで。めっちゃギリギリな感じ。え、怖い。ヘラクレス怖い。でけえし。待って、一発で捕まえたいんだけど、これいけるかな。あ、遠い。どうや。あー、よかった、ミツハニー捕まえたよ。イエーイ、キラキラミツもゲットして、さあ帰ろうぞ。あ、待ってここからはアップできるんよね。ふう、帰ります。ミツハニー1匹捕まえました。でも1匹で148円、まあ、結構。これから村に帰ります。モンスターボールも作るか買うかしとかんといかんね。材料あったかな。違う。材料あったら作って、なかったら買っとこう。クラフト、あ、あるやん。あ、1個しか作れん感じ。あ、ボングルの実が1個しかないんか。なるほどね。まあ、じゃあもうあれだよ。違うな、モンスターボールはこっちか。くださいな、買っていきます。モンスターボールでいいよ、20個ぐらい。よし。そんなに足音しとめんでいいよ。さあ次はどこのミツハニーだ。
あと2箇所？全部で3箇所やったっけ？捕まえてきました。険し林にいたミツハニーを連れてきてくれたのか？捕まえてきましたよ。はい、どうぞ。早速蜜をいただこうか。ペロ。どう？なんだ。まさに王道。森の栄養を濃縮したような味。違いわかるんかな？それでも他の地域で取った蜜とは違いがある気がする。この味はしっかり覚えておくよ。残り2箇所もどんどん行こうか。そんなさ、間を開けて、間を開けてせずにさ、3体並べて食べ比べた方が良くない？味。次はエイパム山にいるミツハニを連れてきてくれ。エイパム山はどこでしたっけ？エイパム山にいたミツハニを連れてきてくれたのか？はい、連れてきます。カチリスおるやん、私。あれ、見たことなかったんじゃなかったっけ？じゃあ、いけるやん。早速、蜜をいただこうか。ペロ。どうよ。甘さ控えめ、素朴な味わい。蜜だけでおやつになりそうだね。険し林の蜜とは明らかに違う。この味をしっかり覚えておくよ。最後は浜那須の島にいるミツハニーを連れてきてくれ。浜那須の島？浜那須の島ってどこやっけ？やっぱりさ、いくら早い早いって言っても。何？貴様どこに行くんだよ。三姉妹。調査の真似事をしてる姿、遠くから見ていたよ。何急に。さあ、ドクロック、毒まみれにしてやりな。よかった、回復してきた。私回復してきたとこ、やった。野党の多めが勝負を仕掛けてきた。一匹だけやろう。オッケー。え、あっちもさ、水タイプやないん。でも最近のさ、ポケモンのタイプが全くわからんのやけど。あ、でもエアスラッシュいけるね。これでいこう。エアスラッシュがいけるって何系？虫？一発やん。イエーイ、決着。なんかすごい、恥ずかしくない？君。このすっとこどっこい。ああ、己に腹が立つ。ねえ、なんか急激に勝手に出てきて、勝負仕掛けてきて、さっそうとやられていくっていう。あたいが負けた？ドクロクがいるのに？いやー、まずさ、一匹しか手持ちにおらんのに勝負仕掛けてくるとか。貴様。貴様、貴様、貴様、貴様。なんだ。これ一番お姉さん。あ、消えた。何かを落としていったようだ。何？アユナは星の砂を3個手に入れた。